An exclusive import club.最も暑い町秋葉原、もともと秋葉原という名で呼ばれていたこの町は、戦後闇市が行われる場所として知られ、庶民の生活を支えていた。その後電気街へと生まれ変わった秋葉原は、今や日本が世界に誇るオタク文化の中心地へと新たな変貌を遂げた。ご覧なさいませ、ご主人様。かつて庶民の空腹を満たしていた闇市は、オタクたちの摩訶不思議な趣味の欲求を満たす都、燃える人となったのだ。そんなオタク文化を世に広めたベストセラー、電車男だが、秋葉に集う本物のオタクたちは電車男を遥かに超えていた。お前誰だよ。ゴージンサークルの代表をしてます。予選会場には番組からの呼びかけで毒男たちが集結、ついに戦いが始まる。秋葉は燃えているか。燃え。予選は秋葉の歴史、アニメ、ネット、メイド喫茶などに関するジャンル別50問のペーパーテスト。全国の強者どもが己のマニアックな知識をぶつけ合う。その結果、5人のオタクたちが本戦に出発。初めて明かされるオタクのど根性。ご来なさいませ、ご主人様。知られざるディープな秋葉原。そして禁断のオタクのオタクに潜入。彼らのお宝とは果たして。引くぞ秋葉経済と吐き捨てる渋谷系ギャルをオタク好みにプロデュース。有田ちゃんです。どうぞ。萌え萌えキャラ、スタート。テレビチャンピオン、オタクたちの燃える青春、秋葉を選手権。